私はサバイバル中に高い山を見つけた。その山頂は雲まで届いていた。どうせ暇だし登ってみることに。しかしこれが全ての間違いだった。山頂にたどり着き風景をスクショしようとした。しかしその時だった。少し離れたところに看板があった。シングルプレイなのに先駆者がいたかのようだった。そこには意味深なメッセージが。はしごを下ると通路があった。不気味に飾られた通路におぞましさを感じた。罪を償えと書かれた看板が。はしごをさらに下るとまた看板があった。背中にだんだん悪寒を感じた。私は呼吸が荒くなり早く脱出しようとした。看板などもうどうでもいい。背後に人気を感じた。もう一目散に逃げた。ドアがあった。血の雨が降っていた。